鞘師実況続きからやっていきましょう。前回のパートあたりから最後の儀式なるものを主人公が進めているんですけど、今回はその続きからいよいよエンディングももう目前なんじゃないかな。やっていきたいと思います。弓道場に入ると僕は射場の床の上から的を見渡した。的の前で壊れた人形の小よりが僕を待っていた。僕は地面に降りてゆっくりと闇地を進んでいった。いるの？お、うおお開幕からこれはほとんど映せないな。あ、先生。はい。うん。戻ってきてくれたんですね。はい。今日も練習はしてないみたいだね。いや、それどころじゃないだろそうなんです。多分、もう、ずっと練習はないでしょうね。多分もうほとんど黒く隠していると思いますが、めちゃめちゃ矢に刺されまくった。小よりさんの CG ですね。残念だな、一度くらい見てみたかったのに。無理ですよ。だって先生が心底そう望んでないんですから。うん、そうなのかな。そんなつもりはないんだけど、まあ結局見えているものすべてが主人公の妄想なんであれば、本当に見たいと望んでいるんであれば、その風景も見えていたっていうことにはなるのかな。小よりはクスクスと笑った。彼女には僕の本心が手に取るようにわかるのだ。少々腹立たしいが、そういうものなのだから仕方がない。そう、もはや小よりと言葉を交わす以上にここに来る理由などなかった。ねえ、先生。はい。ん？先生には、私が必要だったんですか？必要だったんだろうな。ってことは、もう必要ないんですか？いや、君を返してやることも、含めて必要なんだ。そっか。よくわかんないですけど、私、これでいいのかな？綺麗でセクシーな少女人形、その内側の空洞を満たすもの。僕は小よりの大きくて形のいい乳房を見た。君はすごく綺麗な形をしているけど、そのことを自分ではどう思ってる？中身が空っぽなんです。そこに何が詰まっているか僕は知ってるよ。いろいろ詰まってるから重くなるんです。だから僕は、まあカットしたんですけど、エッチシーン、いつぞやのエッチシーンで空洞の中に詰まってるものについて結構哲学的な話をしていたんですけど、その中にドーナツの穴にはなんだっけ忘れたけど、ドーナツの穴にはどうのこうのみたいな結構おもろいこと言ってたんですけど、だから先生は、はい、君を、私を壊して穴だらけにして。でも先生はそれが楽しかったんですか？まあ主人公の心を手に取るように分かるもの、それを壊すっていう、そういう行為に何か意味はあるような気はするんですけどね。いや、辛かったな。私の穴から流れ出した毒を先生はもろに吸い込んじゃいましたからね。うん、そうなのか。そうですよ。でもそれで僕は救われる。本当に救われるんですか？わからない。でもそれじゃあ君は？私は、うん、もともと滅んでいくだけの空っぽなおもちゃだったから。そんなこと言うなよ。その前に先生のためになれたんなら、それが嬉しいかなって。僕は変われるのかな？それは先生次第だと思います。はは、最後まで手厳しいな。最後、うん、また笑ってくれよ。笑ってれば幸せになれるって言ってたじゃないか。笑いたいけどもう動けないみたいです。そうか。でも笑ってますから、すっきりしてもう空っぽに戻れましたから。うん、先生ありがとう。いや、さよなら。さよなら。ああ、お別れか。うん、
矢なんて刺さなけりゃって ちょっと思ったりはするけど矢を刺して壊す、ぶち壊す、手足を引きちぎって壊すっていう行為に何かしらそういう主人公の心理を満たすというか、うん、そういうものがあったのかな、どうなんだろう僕は夕空を見上げる。夕空ははっきりとその暗さを増している。日が落ちる、帳が降りる、夜がやってきて今日という日が終わる、とうとう終わる、これで全てが、全てが終わる。僕は高らかに笑う。僕はさめざめと泣く。あれ、終わっちゃうかな。さあ帰らなきゃ。僕にはもうすることがない。だから今度こそ本当に帰ろう。お家に帰ろう。お家？お家はないよ。じゃあどこに帰ればいいの？僕には帰るところがないの。帰るところが。とりあえず目の前に見える大きな建物に入ろう。そうだ、僕はここにいる。そしてこの建物に入る。もうみんなとお別れを済ませて学校っていう認識がなくなっているのかな。建物になっていますけど、見慣れた灰色の建物、何の意味もない建物、何の意味もない。嫌だ、意味がないのは嫌だ、することがないのは嫌だ。僕には何の意味もない。僕には何にもすることがない。死にたいほど憂鬱だ。でも死ぬ理由さえ見つからない。嫌だ、意味がないのは嫌だ、するべきことがないのは嫌だ、死ぬべき理由がないのは嫌だ。僕には意味が、僕には、僕は、僕、僕は、僕は誰なんだろう。あ、終わるかな。さよなら、さよなら。誰だ。ああ、自分じゃないの自分じゃないのか。さよなら。どうして、多分みんなのさよならを思い返してるのかな、このさよならは。さよなら。お、さよなら。トナエさん、いつか聞いた言葉。さよなら。いつも聞いた言葉。さよなら。僕が聞きたかった言葉。さよなら。僕が望んでいた言葉。さよなら。最後の言葉。さよなら。最後の言葉。さよなら。彼女の唇はさよならの形を描いてこわばる。これプロローグの文章と一緒ですね。あんたの弟さん、もうダメかもしれないね。来た来た来た、真相。そう、うん、セミナさんとトナエさんの二人の会話ですね。ごめん、あんまし力になれなかったよ。そんな、こっちこそ同級生だからって頼っちゃって。うん、トナエさんとセミナさんが同級生だっていうのは、まあそりゃそうか、それは主人公から発した言葉ではないから、そりゃそうか、真実ではあるか。最初に言った通り、知り合いの弟だからって特別扱いはしなかったけど、うん、なんか最近は時々暴れたりもしたんだって、うん、まあね、今んとこ大きな問題にはなってないけど。ちょっとこのあたりから僕が喋る隙がないというか僕が読み上げる文章ないかもしれないな、主人公の心の声が入らないから。ごめんね、謝ることじゃないよ。ただね、ああいうことをたびたび起こしちゃうとね、私もさすがにかばいきれないというか。うん。うん。無理はしないで。まあ、これはいつぞや、保健室でトナエさんとセミナさんが二人でこそこそ話をしていたみたいなシーンがありましたけど、うん、その時の会話なのか、まあ、その時のシーンではないとは思いますけど、その時どういう話をしていたのかっていうのがわかるシーンではあるのかな。また派手に暴れたりしたら、あんたでも簡単には会えないようなことになっちゃうかもしれない。うん。うん。覚悟はしてる。でも今日、何度かあの子見かけたけど、意外に落ち着いてたみたいなの。ただ、私に対しては、無反応になっちゃったけど。結局セミナさんに対して、真っ白い便器を見つめている、出る出る出るみたいな、あのシーンは、現実だったのかな？あれはどっちなんだろう？私も見たよ。
屋上でカラスを追っかけたり、庭で猫と遊んでたり。あ、これはかなり重要なセリフですね。屋上でカラスを追っかけたり、庭で猫と遊んでたり。まあ、この猫はまひるちゃんのことではあると思うんですけど、のぞみさん屋上なので、のぞみさんはカラスだった、実際はカラスだったっていうのがここでわかるのかな。そうね、確かに気候は目立つわ。ゴミ捨て場からボロボロの人形を拾ってきたり、資料室で標本に見入ってたり、うん、ボロボロの人形は小寄さんで、標本っていうのが、みゆきさんになるのかな。で、そしてそれに付随して弓道場だったものは実はゴミ捨て場で、図書館だと思っていたのは資料室だったっていうことみたいですね。今はね、彼氏真っ白、それでも内面的には懸命に葛藤してるんだと思うけどね。でも、あんまり希望は持たない方がいいよ。うん、どうして？前以上に奥深く固くなに逃げ込んじゃうか、それとも完全にあっち側に行っちゃうか。うん、もう本当にスレスレの状態というか、限界ギリギリの状態っていう感じはありますよね。でもそっから脱却しようっていう葛藤、うん、っていうのは確かに主人公の中にありましたね。いずれにしてもあまりいい兆候じゃない、うん、そう。ああ、あんた明日登校日なんだろ、うん、そう、当番でね、プールの管理とかいろいろあるのよ。まあ、セミナさん実際に学校の先生をやっているっていうのは、うん、本当みたいですね。あんたも大変だったね。夏休みとはいえ毎日毎日見舞いじゃ。たった一人の家族だから、うん、学校の先生になりたがってたね。彼はお姉さんに憧れてたのかな。それはどうかしら。死んだ両親が二人とも教師だったし、私も教職に就いたから、むしろ、うん、うん、抑圧だったのかな。教育実習が辛くてたまらないって。なんとかその申し を解いてやろうと思ってたんだけどね。辛いならそんな妄想をやめればいいのに。そういうもんでもないんだよ。妄想をやめればもっと辛い現実が待ってるわけだから、うん、まあ、辛い現実から逃げるというか、自分を守るために妄想を作り出したっていう、そういう感じだとは思うので。どうしてわざわざ妄想の中でも辛い思いをするの？それは確かに無意識の中では分かってるっていうか、そこまで都合よくできないんだね。彼氏真面目なんだよ。気真面目すぎるんだよ、うん。ちょっとさっきも言おうかなって迷ったんですけど、この彼氏っていうのは、その彼氏彼女のあの何そういう人間関係の彼氏ではないですね。彼っていう意味の方の彼氏ですね。融通聞かないのよね。一応誤解のないよう。ああいう症例ってのは気真面目な人がなりやすいのさ。もう少しいい加減に生きることを覚えればよかったのに。まあそらね、簡単なことではないですからね。まあその辺が憎めないとこでもあるんだけどね。なんでパンツナップなんだよ私としてはあの子に付き合って会わせてやるくらいしか、それしかできることはなかったのかな。まあね、でも家族だけに難しい。ちょっとごめんよ、タバコ。そうね、まあ主人公の記憶からはセミナさんの存在っていうのは抜け落ちてはいましたけど、それでも潜在的にはセミナさん多分過去に苦手な、うん、主人公がセミナさんのこと苦手になるきっかけになるようなものが何度かあったみたいなので、だから潜在的には、うん、セミナさんがいくら優しく接したとしても主人公の心の中には拒絶反応っていうのがどうしても芽生えていたのかな。トナエ、あんたタバコほどほどになさいよ。うわそうは思うんだけどね、こればっかりはどうにも。そういえば弟さんもニコ中なんだよね。今日ももうじき来ると思うけど、あの子毎日ここにタバコ吸いに来てるつもりなんだよね。自分の中で道理に合わないことをそうやって自分に納得させてるんだ、うん、
結局どういうことなの？何がいけないの？それが分かったところでどうにもなんないよ。でも、まあ、早く、いわゆる自己実現ってやつがうまくできなかったんだね、うん、自己実現、こうありたいと思う自分と現実の自分とのギャップが大きすぎたのさ。そんなの誰だって気真面目だからさ。理想主義というか、それでいて神経質、もともと危ういタイプなんだよ。ちょっとしたことでも罪の意識を抱え込んで落ち込んだり、うん、確かにそういうところ昔からあったかも。罪の意識が高じて自傷願望になって、でもそれが自殺とか分かりやすい方向に行かずにね、精神の方に行っちゃうんだ。どういうこと？自分の罪、自分の過ち、自分の欠点を自分の中で増幅させるのさ。そんなことって止めてあげたかったんだけどね。ちょっと真面目に聞いちゃって喋るタイミングがないけど。あと女性嫌悪、恐怖かな、その辺のニュアンス探りきれなかったけどね。そう、なんか学校ではたくさんの女の子に会ってたみたいだね。それは私もちょっと気づいてた。だから女性恐怖症っていうか、本当は憧れてたんだね。好きだけど怖くて近づけなくて。それで、なるほどね。あの子、女の子と付き合ってるの見たことなかった？その辺なんか根深いものを抱えてるのかもね。うん、それはあのセミナさんと会話していた時の、うん、男なんだからしっかりしなさいみたいな、でセミナさんはセミナさんでお姉ちゃんなんだからみたいな、あの辺のと関連はあるのかな。だからね、私もその辺気づいたからさ、途中からアプローチ変えてみたんだ。どんな風に？ほら、幸い私は女だからさ、なんとか理解者になってやって、いわば一時的な母親になってやって、女も敵ばかりじゃないと。うん、それは結構いい線いっていたような気はするけど。そっか、それであの子一時期隣のことずいぶん気にしてたわ。うん、まあでもセミナさんと隣さんが会話しているところを目の当たりにしても全部が崩壊したっていう感じではあったな。うん、途中までわりかしうまくいってたんだけどね、結局ダメだった。彼には他にすごく気にしてる女の子がいたみたいだしね。それに、それに、こういうやり方はね、ちょっとリスクがあって、つまりうまくいったらいったで私に依存しすぎちゃうって可能性もね、うん、それは確かにありそう。実際にトナエさんがそういう主人公が警戒しちゃうような、それこそセミナさんと会話しているとこ見られるみたいな、そういったちょっとしたことで全てが崩れかねないというか、もしくはトナエさんがもうこの病院からいなくなっちゃうとか。そっか、やばいかなって思ってから冒険もしてみたんだけどね。あれか、エッチか。そういえばトナエ、あんたあの子に襲われかけたんだって？ん？ああ、何度かね。何度か？何度かあったんだ。ごめんね。いや、そんなことは、でも。結局あれ、トナエさんから誘ってきたのはどうだったの？実際にトナエさんから誘ってきたの。まあでも、トナエさんの口ぶりからすると実際に誘った感じはあるけど。トナエ？とりあえず、私に依存してきても、それはそれでいいかなとも思ったんだけど、なんか痛々しいしさ。トナエさんすごいな、本当に。あんた、医者としてじゃなくて女としてさ。まさか。ごめん、医者失格だね私。そんなこと、でも本当に、女として最後の手段もやってみたんだ。無駄だったけど。
うん、まあでもそういう病院あるって聞くけどな。まあ治療のためじゃなくて、うん、色欲のためにやってるみたいな、そういう噂は聞いたりはするけど。本当にごめん。あんなやつに。そう言いなさん。私は嫌いじゃないよ、あの子。本当は真面目で素直な子なんだよ。はあ、私も焼きが回ったかね。うん、まあセミナさんは、うん、たった一人の家族だからって言ってるけど、うん、たった一人の家族っていうものでなければ別に守る気はなかったというか、そんなに主人公のことを好きではないっていうのは見て取れますね。結局彼は負けちゃったんだ。現実に、妄想にも、うん、まだ諦めないけどね。私は本当にごめん。よろしくとしか言えないわ。いいんだよ、それが私の仕事。うん、ありがとう。まあ完全に治るっていうことはないとは思うけど。さてと、そろそろ仕事に戻らなきゃ。あ、そうだね。長々とごめん。本当、ありがとう。どういたしまして。そんじゃね。うん、またね。休みには時々顔出すから。うん、でも無理しなさんな。うん、仲いいな、この二人。あんたこそタバコ吸いすぎないでね。仲いいな。じゃあ、さよなら。うん、さよなら。で、どうなる？あ、セミナさん。あ、この BGM は、さよならを教えてのテーマ曲、さよならを教えてじゃないですか。ということで、もうこれで、うん、こよりさんルートはエンディングということで、よかったのかな？これはエンディングでいいのかな？うん、いやー、久しぶりのプレイ、数年ぶりのプレイでありながら2回目のプレイっていう感じではあったんですけど、うん、やっぱりなかなか面白い。リアル、現実で起こりうるような、本当にリアルな、まあところどころさすがにデフォルメ化しているというか誇張しているような表現もあったかもしれないですけど、それでもかなり、うん、フィクションの中ではリアルな話だなっていうふうには思いますね。あ、これアンジュかな。これ天使とか、ベントってのはカラスかな。ノワールは黒でしょう。こうポーピーってのは人形かな。それぞれの実際の姿を描いてんのかな。いやー、面白い作品でしたね。うん、改めてプレイしてみて思ったのは、もうストーリー序盤の方からかなり伏線というか、うん、真実を感じさせるというか、そういう表現も結構かなり最初の方からあったんですよね。うん、で僕は2回目のプレイだったので、うわこれ伏線かもみたいな感じで思ってはいたんですけど、それ言わないように我慢しながらプレイしたんですが、いやでも改めて見るとすごい良かったなっていう風に思ったので、よかったらまた一からね、ストーリーを見返していただけたら、また違った見え方がして面白いんじゃないかなっていう風に思いますね。うん、例えばそういうトナエさんとかセミナさんとの会話、うん、主人公との会話っていうのが全然噛み合っていない部分とかあったりしたと思うんですけど、それも全て知った上でもう一回読んでみると辻褄が合うというか、で、あと感情的になった時のセミナさんの言動、高圧的な言動だとか、そういったものに対してタットさんはどう思いますかみたいな、セミナさんちょっと人を見下してるんじゃないでしょうかみたいなコメントもいただいたんですけど、正直僕はあまりそこ触れられなかったっていう感じだったんですよね。リアクション取りづらかったというか、やっぱセミナさんっていうのはたった一人で主人公の面倒を見て、しかもその健常者ではない主人公の面倒をただ一人でずっと見ていたっていう、その苦労っていうのはやっぱり本人にしかわからないというか、同じ経験をした人にしかわからないっていうのはあると思うので、まあ、客観的に人を見下してるとかどうこういうのは簡単なことではあるとは思うんですけど、ただ僕がそれを言うのはちょっと筋が通らないというか、それこそ配慮が足りないのかなっていうふうに思って、まあ触れられなかったっていう何も言えなかったっていう感じではありますね。うん、
まあでも初見の時はその何も知らなかった状態なので、ただの、うん、気難しい上司というかすぐ癇癪を起こしてみたいな感じに捉えていたので、結構ズバズバと言っちゃっていたんですけど、今となってはちょっと軽率な発言だったかなとだいぶね反省して2週目は気をつけて、発言は、言葉を選んでいたんですけど、まあでもセミナさんはセミナさんで、主人公の病気に対する理解は少し足りなかったんじゃないのかなっていうふうには思いますね。もう少しその病気そのものに対する理解があれば、もう少し歩み寄り方っていうのは変わっていただろうし、であと主人公は主人公で余計な一言が多かったっていうのは主人公のちょっと至らなかった、その 病気動向を抜きにした部分で主人公の至らなかった部分ではあるのかなっていうふうには思いましたね。まあでもそれももともとあの主人公とセミナさん2人の関係っていうのがもともといいものではなかったというか、そこから生じたもつれではあるのかなっていう気もしますので、まあ結局仕方がないことではあるのかなっていう、それもまた結果論になってしまうのかなっていう感じはしまいますけど、でまだ文章あるみたいですが、僕は廊下を歩いている。僕の靴音だけが、夕日の差す廊下にこだましている。病院の廊下はいつだって新刊としていて、身の引き締まる思いがする。ここは大規模な大学病院。お？これ主人公の言葉ですよ。ここは 大規模な大学病院。廊下には診察室や研究室の扉が並んでいる。僕はとある扉の前で立ち止まる。そこはジョイながらも若くて頭角を現している大森隣の部屋だ。僕は扉を開けた。診察室。失礼します。お、あんたか。またタバコ吸いに来たのかい。あ、先生も人が悪いですね。先生、大森先生、もうカルテは書き終えたんですか。え、なんだって。大変ですよね、大学病院の勤務も。あ、あんた、まさか。わかるのかい。やべ、めっちゃ泣きそうわかるって何がですか。いや、ここがどこなのか。どこって大学病院じゃないですか。他に何があるって言うんですか。大森先生、どうかしたんですか。やべえ、めっちゃ泣きそうまさか、信じられない。一体え、何の話ですか。いや、 あんた、僕もまだまだ見習いですから、大森先生の指示なしに勝手なことはできませんよ見習い。そうですよ、もう何日になるのかな。同じ日常の繰り返しで参っちゃいますよ、本当に。ああ。そろそろ行きましょう、患者たちが待ってますよ。また今日も忙しく退屈なインターンとしての一日が始まる治ったわけでは。先生。おお、はい、患者さんたち、今日からよろしく。終わったーアーデュー。いやー、すげー作品だったわ初見の時もあそこでめっちゃ泣きそうになったのを覚えてる。そしてインターンとしての一日が始まるで、いや治ってないんかいってなって涙返せよってなったのすげー覚えてますね。いや、あれですっと本当に治ったんだってなってたら、マジで感動的な話だったんですけど、まあでもそうは問屋は下ろさないというか、そう一筋縄にいかないっていうのもやっぱ現実味があって、素敵な作品ではありますよね。はい、ということで今回のパートでとりあえずこよりさんルートは完結ということになるんですが、あのコメントで全キャラのルート回収するんですかっていう風に、聞かれたんですけど、全キャラはやらないというか、あとムツキさんルートだけやってこの実況シリーズは終わろうかなっていう風に、思っております。一応さよならを教えて、この作品自体もまだ販売されているゲームではありますし、全部動画でやっちゃうっていうのはちょっと野暮なのかなっていう風に思いますので、次回からムツキさんルートで、あとムツキさんルートを進めつつ、のぞみさんルートの方も1回目のプレイではあまり触れてこなかったので、後半の方とか特に、なのでそちらの方も合わせて見ていこうかなっていうふうに思います。よろしければ、そちらの方もお付き合いくだされば幸いです。ということで、とりあえず今回はこの辺りで終わろうと思います。ありがとうございました。いや、すごい作品だった。